僕ラーメンにハンライス結構でかいハンライス早速食べていきたいと思います。匂いがめちゃくちゃいいんですよね。味玉もトロトロですよこれ。そのこれしみしみですよこれ。こんばんは、おみやです。今日はですね、足利市にあります競輪さん、こちらにね、MO チャンネルさんと行ってきます。場所なんですけれども、県道208号線と県道284号線が交わる江川町1丁目交差点の横にあります。メニューが豊富な人気の中華料理店ということでね、足利の競輪、足利の競輪場ではございません、中華料理の競輪さんです。早速ね、入っていきたいと思います。先ほどね、MO チャンネルさんのラジオにね、ゲストで参加させていただきました。MO さんはね、結構競輪さんに行っていて、動画をね、たくさん上げているので、そちらもね、見ていただければ嬉しいです。店内はテーブル席、カウンター席、小上がり席があります。卓上にはラー油、酢、醤油、胡椒が置いてあります。事前に予習してきたんで、MO さんの動画を見て、ここ一時停止したんで。チャーシュー丼セットにします。すごいですね、どれもお好きなお好きなラーメンって値段変わんないですかこれ。醤油ラーメン以外の、あ、なるほど、そういうことなんですね。ラーメンはやっぱいろいろな、すごいご飯物もすごい充実してますね。すごいですね、これもおさまメニュー、デカ盛りもあるんですね。やば、40代とか結構いますね。すごい、ラージパイメガサイズ、これ見ましたよ。北海道塩ラーメン、なんかポテトみたいなの持ってましたよね。そうですよね、はい。あー、どうしよう、なんかこれ美味しそうですね。味玉かな。じゃあ味玉あれば味玉にしたいですね。五目ラーメン、唐揚げセットで、はい、唐揚げ、はい、ラーメンが五目ラーメン、はい、ラーメンが五目ラーメン、チャーシュー丼セットで味玉ってあります。あ、すいません、味玉、あ、じゃあお願いします。はい、できたわけで、私はチャーシュー丼セット、あ、炙りマヨネーズなんかもあるんですね。まあ、普通のチャーシュー丼セットに限定、15食の味玉ラーメンに限定。 MO さんは唐揚げセット半ライスラーメンを五目ラーメンに変更しました。ランチセットは通常税込み1100円ですが、麺類を変更すると変更した麺類の値段プラス350円になるので、私は1227円、 MO さんは1330円になります。本当に天才いい人なんですよ。あ、ということで、遅くなりましたが MO チャンネルさんです。はい、お久しぶりです。お久しぶりです。どうもです。あ、どれぐらいぶりですか。ちょうどなんかお正月、年明けですよね。そうです去年の年1月年明けでございますね。よろしくお願いします。もうチャンネルです。よろしくお願いします。お願いします。はい、あ、私です。はい、あ、いえいえ、とんでもないです。いえいえ、すげえ。はい、すいません、あ、大丈夫ですよ。いいですか。はい、すいません、ございます。おー、すごい。といったわけで、私の味玉ラーメン、チャーシュー丼セットです。たまらないっすね。そして、MO さんの五目ラーメンに半ライス、結構でかい半ライス。そして、唐揚げの到着です。早速食べていきたいと思います。いただきます。いただきます。いただきます。五目ラーメンと唐揚げミニライスセットです。すごいボリュームですね。すごいですね、やっぱり上にとろみがかかってる感じで、醤油系のベースですかね。いただきます。うん、あ、うまい。やっぱあっさりしてるんですよね。ケイリンさんのラーメンはあっさりしてます。麺は青竹手打ち麺。うん、このテロテロの食感がね、たまらないんですよ。うん、五目なんで
いろんな野菜がこうあんかけになって入ってます。肉も入ってる、豚肉もいろいろ入ってますね。そうなんですよ、きくらげもいっぱい入ってます。これがね、あんかけだから熱いんですよね。そうですね、うん、うん、うまっ、うん、うまごはん唐揚げですね、うん、うん、これがもう半ライス、お茶碗普通にあります。なみなみ大きいですね、うん、唐揚げ3つあります。すごいサクサク、すごいサクサクしてる、ね、そう、匂いがめちゃくちゃいいんですよね。超熱そうじゃないですかこれ。あ、うまっ。醤油系ベースかな。おいしい。うん。うん。いや、いいっすね。おいしい。あんかけラーメン、五目ラーメンだから、それもおかずにできちゃう感じですよね。あ、乗せて。中華丼的ななんか。さすがお宮さん。いやいやいや。さすが。これをね、あ、これもいいですね。いいですよね。うん、お米が多いんでね、うん、唐揚げの味付けがすごいしっかりしてるんで、ご飯がすごいはかどります。あ、いいっすね、たまんないっすね、うん、もも肉で柔らかい。出た出た、わんぱく。お坊さんわんぱくですね。僕でもしないことを。全く同じことやってます。ほらうまい。だしの味玉ラーメン限定ということで、具材はね、チャーシューにメンマ、味玉、ほうれん草ですかね、ネギに海苔が乗っています。早速いただきたいかな。まずスープからいきたいと思います。すごい、結構もう見た目からしてあっさりしてそうなスープでございます。すごいあっさりしてるけど、すんごい出汁が効いてますね。うん、そうなんですよ。あ、美味しい。醤油のコクも結構。うん。これは人気なのは分かりますね。うん、ですよね。人気でボリュームがあるっすからね。うん。最高っすね、これ。いいですね。ウミヤです。よし、いただきました。じゃあ、麺やらチャーシューやら、いってみたいと思います。あ、青竹手打ちということで、ピロピロ麺ですね。やわもちのね、麺がいいっすね。スープも絡みますね。いいですね。これはいいっすね。競輪さんだけにね、競輪で一着フィニッシュみたいな、そんな感じですね。デカ盛りたちのこの競争といいますかね、競輪ではないですけれども、大食いの競争が繰り広げられているといった感じです。このドヤ顔がうざいですよね。おみやじしが来てますね。うん、海苔もすごいですね。すごいですね、うん、海苔もこのチャーシューも、チャーシューも柔らかくてね、これ崩れちゃう、崩れてますね、うん、味玉はこれ半分だと思ってますけど、これ隠れてましたよこれ。あ、本当だ、1個分ですね、そしてチャーシュー、海苔の方にいいっすね。いいですね。たまんないっすわ。味玉もトロトロですよこれ、うん、そしてこのプルン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 ですよこれ。柔らかい。本当だ、やらわかくじゃなく柔らかい。あ、限定なのが分かりますよ、うん、ちょっとね、甘みのある味付けでプルンプルンでね、お黄身のまろやかさがいい感じですね。ガッとくる濃さではないんですけど、まろやかさがあって、海屋です。自分のカメラ忘れてました。チャーシュー丼はね、しみしみなチャーシューにネギが乗っていますね。これ 1,2,3,4 枚乗っていますね。これしみしみですよこれ。濃厚、いいですね。ご飯進みますよ。うーん、私はね、上品にいただくので、うん、上品系 YouTuber ですもんね、お宮さん。
やってるやってる、わんぱく贅沢だ。いい食いっぷりだ、やっぱり。すごいね、濃いめの味わいで、ご飯がめっちゃ進みます。安くてボリュームがあってとても美味しいわね。小山駅の近くにもお店があります。そういえば競輪さんの駐車場なんですけれども、お店の目の前と後ろに専用駐車場があります。おは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 る、私おはるは競輪大好き、ゴーゴー競輪。おはるさん、今度行きましょうね。なんでこの歌が流れるんだろう。え、これ私のテーマソングなんですか。なんでエモーさんのテーマ曲が流れてますね。あ、でもね、チラチラ見てるからね。あ、すぐ気づきますよ、私は。うん、しかしボリュームすごいですね。そうですね、量が結構ありますよね。しかも値段も結構お手頃な値段で。そうそう、お手頃なんですよ。麺の量が競輪さんは多くて、うん、1年半ぶりですね。そうですね、肉ばっかりですね、2人も肉ですね。ボリュームはすごい。美味しくてアットホームなお店で大満足でした。完食です。ごちそうさまでした。そしてエモーさんも完食です。完食です。ごちそうさまでした。あ、皆さん、はい、メガ盛りやってるんで。メガ盛りですか。あ、僕ですか。僕じゃなくてもう一人のやつが食べてます。はい、といったわけで、ケイリンさん、ボリュームがあってね、安くて大変嫌なお店でね、何よりアットホームなお店で大満足しました。といったわけで、他にも栃木県内の飲食店の動画を上げてますので、チャンネル登録よろしくお願いします。そして今日エモーさん、大変ね、素晴らしいコラボになりました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。私エモーさんのね、ラジオにお呼びしていただきまして、はい、ありがとうございました。いえいえ、詳しい詳細をお願いします。はい、2024年9月の15日日曜日のお昼12時から13時の1時間の間で、モーラジのハラペコサンデーという番組におみわさんが出演されています。周波数なんですが、 FM88.3 メガヘルツか、アプリの FM プラプラというアプリからご視聴できますので、ぜひ9月の15日お昼12時から13時、ぜひご視聴ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。ではバイバーイ。バイバイ。おみゃおみゃ、食べ歩き、ふう、おみゃおみゃ、おみゃかしら、へい。